皆さん、こんにちは。ワイケースケです。本日2024年、ちょっと待ってくださいね。7月の15日、朝の10時28分です。まあ、フック首相の話についてなんですけども、まあ、河川水門会式玉発電で、ハンドルぐるぐるの方で、まあ、もともとは電動だったとしても、門が開門できなかった時に、まあ、門の上のところにこう、輪っかをつけておいて、まあ、フックをかけて、クレーンで持ち上げると。まあ、クレーンの角度は、まあ、やや、まあ、90度に近い形で、まあ、80度とかで、こう、引っ張れば、クレーンが倒れることはありませんので、まあ、そういうふうな話から、でも、フック首相の話になったと思います。まあ、ハンドルぐるぐると。まあ、何せ、本当にものすごい集中豪雨とかの時に、河川の水門が開かないという状態では危険ですのでということです。以上です。皆さん、チャンネル登録と着信通知の設定と、あと動画の再生時間で、まあ、収入が入ってくるかどうかが、決まってきますので、まあ、3000時間なり4000時間突破と、あとチャンネル登録者数の方が500人なのか、まあ、1000人突破なのかと、まあ、こういうことになってきてますので、皆さん、まあ、できれば見ていただけると助かります。以上です。あと、まあ、周りの方にハワイさんの話聞いておいた方がいいよと、まあ、いうような形で、伝えておいていただけたらなと思います。以上です。